個性豊かな島々が浮かぶ世界イボワールを舞台に、死者の魂と少女の冒険が始まる。マローネとアッシュは島々を巡り、人々の願いを叶えながら暮らしていました。ええ、私はクロームのマローネよ。水流の力、エカルラート。ですがある日、幽霊船に襲われて二人は離れ離れになってしまいます。海を漂流した先でマローネが出会ったのは伝説の海賊の娘アプリコ。誰かこの子を助けてあげて。マローネはアッシュとの再会のためにアプリコと協力することにしました。目指すはかつて幽霊船団を壊滅させた伝説の海賊団の復活。幽霊船と海賊が暴れ回る海で、死者の魂ファントムとファントムと心を通わせる少女の絆の物語が幕を開けます。マップ上のすべてが味方に、独自のシステムコンファイン。マップ上の武器や自然物に魂を宿して味方ユニットを召喚します。いつどこで何をコンファインするか、戦略は無限大。ロボットやバギー、海賊の代名詞大砲まで、魂を宿せばあなたの味方に。そしてピンチの時は仲間の魂を自分に宿して大変身、戦況をひっくり返せます。盛りだくさんな要素を遊び尽くしましょう。奇跡の力、シャルトレーズ。能力を奪うだって？お前は一体何者なんだ？あなたはお話しできるファントム？私はファントムだから、何にも出られないの。アプリコ、お願い、私を信じて、私と一緒に戦いましょう。アッシュ。俺の名前はグレイだ。アッシュではない。ファントムブレイブ、幽霊船団と消えた英雄、2025年発売予定。